藤井武氏は、将棋騎士。西村和義球団門下。騎士番号は198。群馬県沼田市出身。日本将棋連盟非常勤理事を務めた。将棋のルールを覚えたのが小学校4年の頃。将棋の面白さが分かったのが小6中1の頃という遅さ。奨励会試験で一度落ちたが、研修会から編入し、1986年に奨励会に入会した。 入会後5年をかけ1991年に4段に、昇段。いわゆる、ハブ世代の一人であるが、ハブ吉春、佐藤康光、森内俊幸、郷田正隆、村山清といった、総熟の騎士たちとは異なり、丸山忠久と共にやや遅れて台頭してきた、グループに属する。1995年12月22日、第54期 B 級二組順位戦の対。 井上啓太戦で、退去飛車穴熊の藤井システムを初披露し、わずか47手で井上を投了に追い込んだ。1996年度の第27回、新人王戦で優勝。同期戦では、翌1997年度、及び龍王座イーの1999年度でも優勝。さらには、1997年に、第16回早指し新栄戦で優勝し、 若手騎士参加棋戦で4度の優勝を果たす。1996年は、全騎士参加の大型棋戦である、第14回全日本プロトーナメントでも、決勝5番勝負に進出したが、屋敷のブに0から3のストレートで敗れ、優勝はならなかった。1998年度、第11期竜王戦で4組優勝。本戦では、鈴木大輔、南宝一、 屋敷の之に勝ち、さらに、挑戦者、決定3番勝負で、羽生義晴を相手に1敗の後にに連勝し、タイトル初挑戦。谷川浩二竜王との7番勝負で、藤井システムを用い、4から0のストレートで破り、タイトル初獲得。将棋世界史の表紙には、藤井システム、将棋界を石鹸の文字が印字された。また、この年度は、 全騎中1位の43勝を挙げた。初の防衛戦となる第12期竜王戦では、同じ振り飛車道である鈴木大輔を挑戦者に迎えた。鈴木は挑戦権獲得時のインタビューで、全局を振り飛車で戦うとの全振り飛車宣言をしていた。7番勝負で藤井は振り飛車をフルインし、全局通して一飛車で戦い、四から一で防衛に成功した。なお、 同1999年度は、早指し将棋選手権戦で、タイトル戦以外の全騎士参加期戦での初優勝も果たす。2000年度、第48期王座戦で、ハブに挑戦。その5番勝負と日程がオーバーラップして、第13期竜王戦7番勝負では、ハブの挑戦を受け、12番勝負となった。王座戦は2から3で敗れたものの、勝っても負けても、 フルセットにしますと宣言した通りの展開となった。竜王戦でハブをフルセットの末4から3で下し、竜王戦史上初の3連覇を達成。お互い自分が保持するタイトルをフルセットで防衛した。ハブの挑戦を退けて、タイトルを防衛したのは谷川に続き2人目である。第59期 B 級1組順位戦の最後の2局で、藤井と昇級を争っていた。 郷田正孝が2連敗したのに対し藤岩に連勝し、逆転で A 級初昇級。前年の B 級一組昇級に続く2連続昇級であり、弟,弟弟子の三浦博之とコンビでの昇級であった。一方で2001年の第14期竜王戦では再び挑戦者となった羽生に力から4で敗れ竜王位を出刊した。 2002年と2005年の JT 将棋日本シリーズで優勝。2005年の優勝後のインタビューでこのようなインタビューを受けるのは久しぶり。これからもっとこのようなインタビューを受けられるような活躍をしたいという胸を語った。2006年第24回朝日オープン将棋選手権でハブに挑戦し1から3で敗れる。この間第52期、第56期、 第57期の王将戦でリーグ入り。2010年度、第58期王座戦挑戦者決定戦で、深浦孝一を下し、ハブ王座に挑戦するが、ストレート負けを喫し、ハブが持つ、同一タイトル連覇記録と、同一タイトル連続無敗防衛記録の更新を許す。同年度、第23期竜王戦で2組優勝し、1組へ復帰。一方、 2011年3月2日、第69期永久順位戦最終戦で、高橋道夫に敗れて3勝6敗となり、10年、守った永久の座から陥落。その7回戦、森内俊之と戦った一局で、敗局ではあるが、第38回将棋大賞の名局賞特別賞を受賞した。2011年度、第52期王位戦でリーグ入り、4勝1敗で、 赤組リーグ優勝をしたものの、挑戦者決定戦で、白組リーグ優勝のハブに敗れる。この対局の9日前に、放送の、以後、将棋フォーカスで、解説役として、ゲスト出演していたが、嫌な相手が出てきましたと苦笑しながら語り、司会と聞き手を笑わせていた。第70期順位戦 B 級1組で3勝9敗となり、B 級2組への高級が決まり、 二期連続の高級となった。2012年度、第53期王位戦リーグで、白組優勝し、挑戦者決定戦で、赤組リーグ優勝の渡辺明を166手の熱戦の末下し、ハブ王位に挑戦するが1から4で敗れた。しかし、その後も第71期順位戦で、若手の豊島正幸を破るなど好調を維持し、最終戦を待たずして、わずか一期で、 B 級一組帰り先の昇級を決めた。2016年度第24期銀河戦に予選より出場。決勝で藤井システムを用いて広瀬昭人に勝利。決勝トーナメントでは戦後問わずすべての対局で藤井システムを採用。自身11年ぶりとなる一般期戦優勝を果たす。また同時に銀河戦最年長優勝者となった。 インタビューにて、視聴者のために富士システムを選んだと語った。詳細は、富士システムを参照。富士井の代名詞というべき戦法で、島飛車で天使革命の穴熊という拒否者側の自給戦策を牽制する戦法。1996年度、増田構造賞受賞。特に威力のまま襲いかかるタイ穴熊の富士システムは、 将棋界のフリッシャ戦法に革命をもたらすのみならず、将棋の序盤戦略そのものに大きな影響を与えた。さらに、矢倉を採用していた時期にあたる、将棋世界2009年9月号の中で、僕はもう引退しましたと、藤井システムを断念したとも取れる発言をしている。ただ同時に、先手藤井システムは、立派に生き残っていますと、藤井システムそのものは終わっていないという見解を、 示している。一方で、戦術の通り2016年度の銀河戦で連載し、優勝しているように、近年では復活傾向にある。2019年9月3日、明王戦九段予選二回戦にて、ハブ義春九段と7年ぶりの対戦で、先手でイッシャーナグマのハブに対し後手番、藤井システムを採用、実に19年ぶりに後手番藤井システムで、ハブに勝利を収めた。 商談規定は、将棋の段級を参照。ただし、7段から9段の商談日は、竜王戦の商談の旧規定による。登場回数7、獲得3号計8回竜王戦と順位戦のクラスは、将棋騎士の在籍クラスを参照。AB、日本将棋連盟新役員のお知らせ将棋ニュース、日本将棋連盟、2018年5月24日閲覧。 2008年名人戦第1局の解説者としてテレビ出演した際に語った第24回朝日オープン将棋選手権5番勝負第1局将棋朝日新聞2019年1月27日閲覧 ABC 村上浩二。システム巡り工房4月4日から朝日オープン将棋5番勝負朝日新聞 <ッ> h t t p w w w a s a h i c o m s h o u g i o p e n 2 4 f i n a l c h t m l 2 0 1 9年1月28日。閲覧。当時鈴木がアイブリビシャで、高い勝率を誇っていたこともフリービジャを封印した理由の一つであると、藤井は雑誌で語っている。ab、藤井武史竜王。 特別対局室で指したい。将棋ペンクラブログ。https コロンスラッシュスラッシュ sho gipenclublog.com スラッシュブログスラッシュ2017スラッシュ01スラッシュ16スラッシュ b1 スラッシュ2018年5月24日閲覧。村上浩二急戦で島飛車破り朝日オープン将棋5番勝負を振り返る。朝日新聞。 h t t p w w w a s a h i c o m s h o u g i o p e n 2 4 0 6 0 6 2 9 h t m l 2 0 1 9年1月28日閲覧。この時控室で着ていた派手なシャツが話題に上る。ab. 小川、雪、高級の富士球団、新興脈にかける、朝日新聞デジタル。 2012年4月17日。2018年5月24日閲ずらん。第24回朝日オープン将棋選手権5番勝負。第3局、羽生善治選手権者対5手、藤井竹氏球団第3部劇から3兄弟。朝日新聞。 h t t p w w w a s a h i c o m s h o u g i o e n 2 4 o b n 0 3 0 3 h t m l 2 0 1 9年1月28日閲覧佐藤康光球団、藤武史球団、菅井達也大井座団体創造の原動力将棋情報局。 book.mynavi.jp2018 年5月24日閲覧。県敵、うなぎ屋本舗富士五六、藤井武志球団購入応援サイト。fujii-system.com2018 年5月24日閲覧。将棋世界2007年6月号付録、新手、ポカ、描手戦前書き県敵、うなぎや本舗 藤井九段の一飛車党転向について、藤井武志九段公認応援サイト、fujii-system.com。2018年5月24日閲覧。もっとも、藤井はプロになりたての頃に少し矢倉を刺してはいたが、居飛車より振り飛車の方が面白い。矢倉を刺せと言われていたら、将棋をやめていたかもしれない。別冊宝島440。 将棋これも一曲特本より、とまで語っていたため、この天候は、周囲から非常に驚かれることとなった。佐藤康光著、佐藤康光の矢倉日本将棋連盟2011年、木村一貴著、木村の櫓マイナビ2012年による、将棋対象受賞者一覧騎士データベース、日本将棋連盟。2018年5月24日閲覧、将棋対象受賞者一覧騎士データベース、 日本将棋連盟、2018年5月24日閲覧、将棋世界2006年10月号、鈴木博彦、イメージと読みの将棋館、テーマ3、いきなり、筋違い角で勝てるか勝率1割でしょうと発言。これには6 9銀が、絶品チーズバーガー。以下7 9金258銀だです。藤井は、この対局の立ち合い人、ここで6に比がいい手なんです。 お昼にかっぱ寿司で食べていて気がつきました。かっぱの一手ですね。刺しましたか。優秀な検討人ですね。渡辺さんもお昼はかっぱ寿司だったのかな藤井は衛星放送の解説を担当。末席漢字。ハブ2巻の結婚式。藤井球団の結婚式。将棋ペンクラブログ。2019年1月13日閲覧。末席漢字。 藤井岳竜王の矢倉のように重たい振り飛車。将棋ペンクラブログ。2019年1月13日閲覧。国際アマチュアペア英語選手権大会出場者リスト。第5回大会。w w w p a i r g o o r j p 日本ペア語協会。2018年5月24日閲覧。将棋、藤井岳球団みんな大好き。天型は独自の。 藤井システムも考案。アベマタイムズ2017年10月4日閲覧。新議員が藤井武シの素顔、山口エリコ。これからもポケカを趣味に楽しみたい藤井武シ球団たちが出場したポケモンカード企業対抗戦の様子を山口女流二段がご紹介。将棋コラム日本将棋連盟。wwww.shogi.or.jp。 2019年7月13日閲覧。AB インク、アイタス、優勝はプロ棋士の藤井武選手。梅原選手や岡本信彦さんなど各界の有名人が集まったポケモンカードミュー 2HR 争奪戦の模様をお届け。www.4gamer.net2019 年7月13日閲覧。ポケモンクリーチャーズ ミュウツー HR 争奪戦、ファーストバトルレポート。ニュース詳細ポケカ公式。www.pokemon-card.com、ok。2019年7月13日閲覧。仮に2006年以降の新しい規定が適用されていたならば、7段商談は1998年9月14日、8段。 商談は1998年11月19日、9段、商談は1999年11月26日である。藤井武志団段、600勝を達成将棋ニュース、日本将棋連盟、www.shogi.or.jp、2019年7月13日閲覧、ありがとうございます。